はい、お気にアプローチマン UA の皆さん、アプローチマンことアンピーです。今回はね、緊急でニューススタジオからお送りします。それではね、まずねラインナップです。シリーズ6の修理品か確認方法、シリアル番号確認方法、自分のも確認してみると、修理手続き方法注意事項等についてをお送りします。それでは早速いきましょう。4月22日、 Apple は Apple Watch シリーズ6の画面に何も表示されなくなる問題に対する修理サービスプログラムの開始を発表しましたので、お送りしたいと思います。概要欄には Apple サポートの URL を明記しておりますので、どうぞこの後ご覧ください。ごく一部の Apple Watch シリーズ640mm の画面が真っ暗になって何も表示されなくなり、元に戻らなくなるという可能性があることが判明したということなんですね。この問題が確認されているのは2021年4月から2021年9月までの間に製造されたデバイスということなんですね。皆さんお持ちの、ね、デバイスはどうでしょうか。確認方法なんですが、先ほど申しました URL に下記のような Apple Watch の CR 番号をボックス内に入力して、本プログラムの対象となるかどうかを確認することができます。ここにはシリアル番号を入力する必要があります。ちなみにそのシリアル番号の確認方法なんですが、 iPhone と Apple Watch からも確認できまして、設定一般の情報から確認できます。下を見ていくとシリアル番号というね、互いにありますので、そこを確認していただければ、この番号を入力するということなんで、お間違いのないようにお願いいたします。ちなみに私もシリーズ6なので40ミリではないんですが、確認してみました。するとご覧のように対象ではありませんよというふうにね、表示されましたので、私は対象外であるということが確認できました。修理手続き方法なんですが、 Apple 正規サービスプロバイダーか Apple Store 直営店か Apple サポートで対応することができるということなんですね。注意事項としましては、 Apple Watch の修理に支障をきたす損傷がある場合は、そちらを先に修理する必要があると。で、その場合には別途修理料金がかかることがありますので、あらかじめご了承くださいというふうになっておりますので、何か問題があった場合には修理費用もかかる場合があるよということなので、ご注意ください。そして修理に出す前の準備についても注意事項が提示されておりまして、 1. Apple Watch のペアリングを解除する、 2. Apple Watch のバンドを取り外す、 3. バンドやその他のアクセサリーを送らない、変装されないということなんで、本体だけを送るということをね、お間違いのないようにしていただきたいと思います。上記の詳細内容や配送でない場合の対応、並びに修理対応等の詳細については、ご提示しました URL の正規ページにてご確認できますので、必ず確認の上対応していただくようにお願いいたします。はい、今回はね、以上となります。無償でね、この問題に対しては修理してくれるということなので、対象だった方はね、ぜひ対応していただければなというふうに思います。またね、こういうような情報がありましたら逐次ね、出していきますので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。今回のね、動画ね、面白かった、良かったね、ためになったとありましたらね、ぜひグッドボタン、そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。ありがとうございました。 See you!